ホラーゲームとかしたカジート冒険記、パート14です。前回から、グロックワークに着手していまして。来る時にはなかった人骨が、意味ありげに佇んでいます。サイレンと共に、消えてしまった女性の亡霊。その正体もわからぬまま、来た道を引き返すことを、余儀なくされております。風化寸前の、骨の山に、数えきれない頭蓋骨。喉から手が出るほど、何が欲しいというのでしょう。これは、なんかシュールですね。子供と遊ぶ、お父さんとお母さんとか、そんなのでしょうか。かつては人間で、喜怒哀楽、思い出いっぱいの人生を、送っていたでしょうに。人骨の量だけで見ても、数千人単位の、死者が想像されます。確かこういう、アートがあったような。登るだけで、精神力がゴリゴリ削れるのう。これらは、私が見ている幻覚なのか。はたまた、見えていなかった時が、幻だったのか。なんじゃこりゃ、息をするのも気持ち悪い。この部屋で、相当な数の人が、死んだようですね。は、動くか、動いてしまうのか。殴れる幽霊なら話は早い。ゴーストバスターかっこ物理で、供養して差し上げろ。ふむ、殴れる分には、別に怖くありません。大概のホラーゲームも、幽霊を撃退できるものは、そんなに怖くないと、相場が決まっています。建物の構造からして、砦のようではありますが、ベッドがあったり、タンスがあったりと、鉱山労働者の、活動拠点っぽくもあります。しかし相当昔に閉鎖されたのか、食べ物は一つも見つかりません。空のワインボトルとかは、そこそこあるんですが、となると、この先も同じく、ご飯はお預けでしょうかね。また後戻り負荷ポイント。凍りついた、地下の湖でしょうか。若干足を取られて、思うように進めません。いけども、地下はまだまだ続くようで。ん？今のは、なんぞ？氷の下を、水位と移動できるものがあるとは思えませんが。ともかく先を急ぎましょう、お腹がペコる前に。どうやらこの辺りは、ホラーよりも、戦闘に寄せた作りのようですね。倒してくださいと言わんばかりの、骨っ子たちがいる分、怖さも和らぐってもんよ。と、ものの2分くらいで、また次の一方通行。広いだけで、特に問題はありませんでした。ただ、あの場所が気になる。やり直しも致し方なし、ちょっと調べてみましょう。別に何もなかった、訴訟。ん？なんでこの下？うわぁ？光っていたのは、これだったんですね。この女性は、サイレンおばさん。一体どうして、氷の下にいるのか。しかもついてくる気持ち悪いのう。ほれほれ、こっちだよー。私を捕まえてごれ。アホなことをしていたら、疲労度が一段階、進んでしまいました。最大重量が、30ダウン。次に重量ペナルティを食らったら、徒歩ほどころじゃなくなりますぞ。さて、順路に戻って、おとなしく進んでおりますが、やはり食べ物は、影も形もありません。おお、こりゃまた見通しの良い。やれやれ、今日はどうも、疲れているらしい。どこか適当な場所で、数時間眠って死ぬほどびっくりしましたが、あんまり元気じゃないです。見間違いでもないし、壁とかドアとか、一切無視。今もまだ、追いかけてきているんでしょうかね。いないじゃねえか、ビビらせんじゃ、いらっしゃいますね。特に理由のないストーキングが猫を襲う。
やべえよやべえよ。久しぶりに背筋が凍りついたよ。本能的なヤバさを感じて、逃げてはいるものの。完全に迷子、帰り道もわからぬ。それでも宝はチェックする、冒険者の鏡ですね。例のあれが、地形を貫通して追ってくるため。振り返っても、何ら安全が保証されないという。おまけにスケルトン。所詮雑魚ですが、相手にしている暇などないわ。それより、ゴーストフォー、いるじゃなーい。こんなところにいられるか、私は出口を探しに先に行くぞ。足止めが骸骨は虫だ虫。行けるところまで行って、困ったら困った時。ファッツ、今度は何事？オフ、もうちょっとでペラペラカジーと冒険記になるところでした。遠くの方から、サイレンが響いてくる。もしやこれは、坑道で起きた、崩落事故の、再現なのでは。そして、あの亡霊は、坑道で亡くなった、作業員か、その家族か。いかん、クエストマーカーくんが、行き止まりに導きおった、どうしてくれるんだよらーん。生き埋めバッドエンドですかね？あかん、これで患者死ぬ。今度は出口が開いた、崩落万歳。瓦礫先輩が、亡霊を封じ込めてくれたようです。感謝せねばなるまい。そして久しぶりの空、ああいいっすねー。とはいえ、見知らぬ山岳地帯。クロックワークへようこそ、なんて歓迎されても、カジートがびっくりするだけなんだよなー。へいそこの、こんばんは。こんばんはダルルオ。絵に描いたようなロボットでしたが、喋るオートマトンは珍しいですね。ましてや、攻撃してこない奴は、さらに少数派。ごめんよ、ウサちゃん。私はとってもお腹が空いているんだ。ウサギ追い鹿の山、ナバーイでもなくてですね。ホラーの次は、SF ファンタジーロボとの出会い。あまりの落差に、ほっとするというより、ポカンとしておる次第。ラハールを自称する、オートマトンですが、随分親切にしてくれています。他に、ラマシプという人も、いるようですが。屋敷の中を見る限り、人が住んでいたのは、もう随分昔のようです。作品名をポンと言える人がいたら、教養レベル高いと思いました、丸。まずうちさ、屋上案だけど、話聞いてかない？そんなわけで、ホイホイついてきたのだ。ダイナマイトボディ、女性モデルも作るとか、ブーマーにものんけがいたらしい。ラマシプによると、トラベルマシンなる、オーバーテクノロジー装置で、スカイリムに帰れるとかどうとか。いいぞこれ。そんな便利なもの、使わないわけないよな。好奇心ついでに、彼女の体内観察中。全部機械かと思いきや、人骨っぽいあばらも見えますね。人間を機械化したのか。あるいは、オートマトンの部品として、人間の骨を使っているだけなのか。疑問はつきませんが、ラハールと話をつけて、まずは帰り道の確保をしましょう。ベッドはアリシャスですが、滞在ってどういうことなの？何やら雲行きが怪しくなってまいりました。とんでもなく便利そうな模型も、絶賛ポンコツ中らしいです。さて、案の定ですが、マシンは使用不能です。蒸気のパイプラインが破裂しており、
ヌルンデュラルという遺跡で修理をしてくれば、トラベルもありっちゃあり、だそうです。言うまでもないですが、他のオートマトンに殴ってもらえるサービス付き。痛いのが好きな人には、もってこいじゃないですか。クロックワーク上は、トラベルマシンを筆頭に、便利機能が充実しています。ボタン一つで、アイテムを整理、自動で転送してくれる、ソートマシンが、くっそ役立ちそう。なお、昔住んでいた人の、式も見つかりますので、背景についてもっと知りたい、という方は、集めてみると良いでしょう。そんなことより、食べ物はありませんかね？見かける樽は、当然の権利のように、空っぽ。ラハールがこしらえた、寝室はこちら。かつて住んでいたという、ルートビヒの部屋だったそうですが、ラハールによると、もう長いこと姿を見ていないんだとか。すなわち、人間用の食べ物も、残っていないと見て、良さそうですね。あ、こうしている間にも、お腹は減り続けています。水回りで遊んでいる暇など、ないはずなんですが。なんでこの猫、こんなにのんびりしているんですかね？ちなみに、ルートビヒの式が、城内に散らかっています。城を作った、父親の後を継いで、領主となったようです。この式の中で、赤い都市、に関する記述も見られました。どうやら、モローウィンド側のトンネルで、崩落事故が起き、とんでもない数の死人が出たそうです。これによって、交易の拠点として準備していた、お城は用なしとなり、クロートビヒ家は、その財産や野望とともに、瓦解していったと。なるほど、洞窟内の大量の人骨は、まさしく事故の犠牲者のものだったわけです。では、あの亡霊も、事故の犠牲者？アーケイの祠を建てて、供養したらいいんじゃなかろうか。ふう。いろいろなことがありました。今日のところは、寝るとしましょう。おはようございます。もうお昼近い時間帯。お腹はペッコペコの、喉はカラッカラでございます。もったいない病にかかっているため、バフ付き料理は、残しておきたい気分。が、あいにく、バフ付き料理しか残っていませんで。優先度の低い、スタミナ料理から食らっていくことに。狼シチューと、黒スタータは、懐でじっくり寝かせておきましょう。肉気のあるシチュー、3杯飲んで、まだペコリ気味。ヌルンデュラルが、長丁場にならなければ良いのですが。昼間はどうということもない、立派なお城じゃないですか。パイプの修理さえ済めば、ここに住むのも、やぶさかでない。ヌルンデュラルは、霊廟の下。つまり、お墓の地下にあるわけです。城の建築者、クロートビヒ三世と、病で亡くなった、奥さんが埋葬されている、と思われます。クロートビヒ家、大富豪だったにもかかわらず、不運に翻弄され続けたのは、皮肉なお話ですね。左耳がくすぐったいわ。あれ、ラハールの親戚かな？ギルテッド、ハスク、とな。いいから道を開けろ、私は噛みつくぞ。一方的に語りかけてきたものの、特にこれと言って用事はなかったようで。割と平和的な人たちで殺す気満々、はっきりわかんだね。私の隠密欲で、単に気づいていなかっただけでした。物は試し、スクラップハートの耐久テストを実施いたします。あ、これは弱い。かっこ確信をつけるくらい、どうしようもないですね。能力的には、最下級のモブと、同等でしょう。振る舞いは人間系 NPC のコピペらしく、キルムーブもバッチリでよ。そうは言っても、ドワーフ金属性ゆえに、魔術師プレイヤーは、苦戦を強いられるのでは。胸を殴って胸を。うおうおうせー。
100キロ以上はありそうな、ドワーフ製足ももなんのその。ドロップアイテムはクッソまず味、倒す価値なし。うおーん、こりゃあまた偉い地下空間。ブラックリーチほどではありませんが、ブーマーの植民地自治領という話にも、頷けますね。しかし、空中歩道に、転落防止用の柵がありません。ブーマーという種族、頭がいいのか悪いのか、時々わからなくなります。ふむ、早速一つ目の亀裂を発見。亀裂の修理は、特別な知識なく、パイプの部品さえあればいいようです。が、クエストアイテムでなく、重さは一つ重。全部で10箇所直さないといけないので、部品は溜めすぎないようにしませんとね。それにしても、こうも広いと、どこから調べていけばよいやら。あと9箇所だなんて、猫の手も借りたくなってきます。ポコン？警備は恐るるに足らず。でも、回復用の食べ物には、限りがあります。あまり殴られると、傷口に塗りたくる支柱が、足りなくなってしまいますね。パイプの部品は、様々な場所に配置されているようで。これは後からわかったのですが、パイプの数以上に、部品が存在しています。なので、よほど探索が面倒でもない限り、自作する必要は、特になさそうです。ダークソウルかな？ジャンプして進めと。言いたいことはわかりますが、ここから飛び降りろ、とは言っていない、というやつですね。本家ダークソウルでもそうですが、嘘メッセージは山ほどあります。どう見ても自殺の名所です。本当にありがとうございました。さて、パイプの修理ですが、残り8箇所、ハイパー作業動画です。作業の模様を垂れ流しても、仕方がないので、それは次回までの宿題にして、今回はこれで終わりにします。最後に、ラハールから小耳に挟んだ話を、ちょろっと紹介しておきましょう。まずお前誰だよ、というお便り。ラハール曰く、城の管理人だそうです。いつからとか、どういう経緯で、とか、本人もわかっていないようでした。に、ラマシプもそうだけど、なんでこの城にいるの？昔はヌルンデュラルに住んでいたんだが、記憶力に仰受けてしまってな。3、もう質問がないのですが。ということで、神妙な二人に、猫の手を貸してあげる冒険記、次回に続きます。ご視聴、ありがとうございました。本日の、ご視聴。一品一皿ルールを課した結果、3日以内に餓死する量まで、手持ち料理が落ち込んでおります。最悪、庭のウサちゃんを、食べることになりそう。以上、本日のシチュー。